の無茶振りトーク。ちょいちょいちょい、イエイイエイ、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、神社白戸由紀です。皆さん、神社葵律子です。はい、天宮琴音の無茶振りトーク。この番組は音芸巫女の天宮琴音が皆さんと無茶振りトークをしていこうという番組です。はい、はい、天宮琴音はどこにいるんでしょう。でで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 、はい、答えて。じゃーん、こちらです。大正解。はい、毎回やる、茶番じゃない、茶番じゃないよ、これは。天宮琴音は、はい、のウェブマネーさんのオリジナルキャラクターです。大事ですか、ね、大事ですよ、はい、大事なことは言っときます。はい、それでですね、はいはい、お気づきの方がいらっしゃると思うんですけれども、うんうん、今日山本翔子さんがですね、ちょっとお仕事の都合上でちょっと遅れての登場となります。翔子さん、翔子さん、翔子さん。まあ後で合流しますんで、はい、はい、じゃあ翔子さんが来たら、うん、またあの微妙なタイミングでこれをやってもらって、やってもらいましょう。はい、必ずやってもらいましょう。はい、はい、どうしましょう。11月入っちゃいましたよ、うん、そうですよ、やばいです ね、今年あと2ヶ月ですよ。嘘、本当、え、嘘、残り2ヶ月、今年、本当にびっくり、びっくり、びっくり。そしてですね、うんうん、本日11月4日の次の日、5日ですね、うん、はですね、我が白戸由紀の誕生日でございます。おめでとう、おめでとう、おめでとう。何歳、何歳になったんですか。5歳になりました。はい、おめでとうございます。5歳になりました。そうそう、そういうね、そういう設定なんだよね。そう、2年前にあのラジオをやってた時に、うん、お誕生日やってもらって、うん、その時は3歳になってたので、はい、今年5歳ですね。めでたいね、しごさんね。そう、しごさん、はい、行きたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、はいはい、この後も2人で、とりあえず2人で無茶振りしながら、はい、もしかしたら3人になるかもしれません。はい、頑張っていきましょう。頑張りましょう。じゃあ皆さん、よろしくお願いします。お願いします。神社、あ、間違えた。